お母さんの白髪姿と髪型とても素敵ですね、うん、まさかこんなに長く大家族番組、うん、番組が続くなんて思わなかったです、うん、作ってるスタッフにも愛が感じられるし、うん、お母ちゃんもきっとスタッフの方々を信頼されてるんでしょうね、うん、ゆるゆる動画も次回も楽しみにしています、うん、信頼ね、いつも母ちゃん動画楽しみにしています、はい、何でも良いのでまた食べ物レシピを見たいです、はい、うん、だから言っとくけどうちはね食べ物じゃないのよ餌なんだってば。きんぴら味噌汁、はい、卵焼きなどベーシックなものが良いです。いや卵焼きってすごく難しいのよ知ってる。たーもうぐちゃぐちゃになりやすいし、でも毎朝ね卵焼きは作ってるの、はい、今時のおしゃれなものよりリアルで実用的なお母ちゃんのレシピが好きです、うんうん、特に餃子とそぼろの会が好きで、はい、あ、今夜餃子にしようって釣られてしまいます。そぼろも私にとっては意外な食べ方が良かったです。真似したらすごく美味しかったです。おー、あパンダスだだからほらということで、ほらこのレシピ動画を皆さんこう期待してるんですよ、うんうんうん、ということで今日はきんぴら、これね、きんぴら、きんぴら、きんぴらお母さんこう、ご試食したちょっともう少なくなってますけど、じゃあこの様子を、うん、次回からどんどん出していきますんで、どうやって作ったか。もう次回は本当はね、アレンジしようと思ってたんですよね。あの大根の干し大根を、あ、あの同じような味ですけど、それに最後に入れるのがあのコーン。そうすると子供も食べるでしょって。そうすると甘みが。干し大根ね。けど干し大根ってどの状態で買ってくるんですか。あ、大根の状態。私ね、ミックス干し大根っていうの買ってくるの。うんうんうん、ミックス、うんうん、おう、乾燥してるやつでしょ。そうそう、あのねいろんなものを入れなくて済むように、はい、だいたいハード渡して食べちゃうから。で今回2つ買ってきたんだけど、はい、この中になんか手軽にできるっていろんなものが入ってるんですよ。え、ひょっとしてこれを作るんですか今日。本当はね、あれがなかったら、あ、レンコンがなかったら、あ、そこそこそこあったからあれだったんですけど、これで大根の小鉢、うん、あ、これをあ、ここの乾燥の頃ですね、うん、このね。それで一つ作ると大体ね、ばあちゃんと二人で食べちゃうとね、うん、で、娘がお弁当に入れたいと言えばそれを二つ作って、はいはい、で、一つ揚げてとこう、みんな冷凍にして置いとく。じゃあもうだ、次回は大根、玉ねぎ、卵焼き、ちょっとそんなにやらない、時間ない。だってこれね、大根にね、はい、芽ひじき、人参、菊岩かそれ入れなきゃいけないでしょ。昆布入りっていう入ってるの。あ、入ってるのかこれ。あ、はいはいはい。そう、あ、だからまあ手軽にこういうのが、そうそうそう、だからこういうね、何も気取ることないからこういうのを利用して一品違うのつけてあげるだけでもう全然違う、はいはい、でこれにねコーン入れちゃうの。私あの冷凍のコーンでもいいし、トウモロコシですね、うん、トウモロコシの、はいはい、そうすると子供なんかも食べやすくなる、喜ぶでしょ、うん、そうするとね、しょっぱいところにあのコーンが甘いのがあっと、ちょっとまあまあそのアクセントだね。子供と子供には食べやすいでしょう、ね、そう、うん、そうなの。やった、じゃあ次回はすごい忙しいな。いらない。じゃあ2枚も連れてきて、じゃあ